テキリスゲは、単子葉植物、カヤツリフサカスゲ属の多年生総本である。山間の地域に生育し、特に水辺に多い種である。名前は、手切り噛んで、葉の縁がザラつき、手が切れそうということから。根茎は、ごく短く、根質葉を密生する。草丈は50センチメートルくらいまでになる。匍匐形を出さず、密に集まった株立ちになる。根元には、 褐色の鞘があり、糸毛があるが、それ以外は全株が黄緑色。葉は細長く薄くて硬い。葉の主脈がくぼむが、主脈と葉の縁との間に縦膝がある。葉の裏側は白く、こを吹いたようになる。葉の縁や、花形の量は強くざらつく。花は初夏に出る。花形は葉と同じくらいの高さに伸び、やや先端が傾く。茎の断面は、 はっきりした三角。コボは先端近くに集まる。ツトは鞘がなく長い養生部がある。コボは先端にオスコボ、それより下に数個のメスコボがつく。オスコボは淡い褐色、細長い線形で紐状に伸びて5から8センチメートル、短い柄があってやや垂れる。ガワコボは棒状で5から8センチメートル、下部のものはやや離れ、柄があって垂れる。 棒そのものも柔らかく、斜めに出たものも先端部は下に向く。花宝が蜜についた柔らかい紐といった感じになる。花宝は2から2.5ミリメートルで甲卵形、扁平で短いくちばしがある。果実は卵円形で中東は日本に分かれる。山間部に生育する。開けた場所に多く、特に格乱を受けた場所に出現する。また、 湧き水のところに出ることがよくあり、林道脇の水の出る場所などには、大株が多数見られる。日本特産で、北海道から九州までと八丈島に分布する。非常によく似た種に、山手切りすげがある。見かけも細部もよく似ているが、植物体がザラつかない。細部では、下方に脈があるなどの違いがあり、別種とされる。北海道、本州と四国に分布し、 やや感知に散する。他に、大柄で、ストにサンがなく、細長いコボを垂らすようにつけるものとしては、オタルスゲ、アゼナルコ、アズマナルコ、シラスゲ、ヤラメスゲなどがある。その中でも、コボが紐のようにだらりとしている様子は、かなり独特である。アゼスゲ節に含める。ありがとうございます。